はい今回はですねピッチ編集ソフトとして最も有名なメロダイン4について取り上げていきたいと思いますメロダイン4には最も簡易的なエッセンシャルから段階的に高度な機能が付加されるアシスタントエディタースタジオの4つのエディションが用意されていますそれぞれにはこちらの表のような機能差がありグレードが上がるにつれてより細やかな補正ができるようになります 今回の動画では実際にそれぞれのエディションを使ってどのような違いがあるかもご覧いただこうと思います。さてまずメロダイン全体の概要ですけれどもメロダインはこのようにスタンドアローンのアプリケーションも用意されていますがやはり多くの場合はこのように DAW 上でプラグインとして利用することが多いでしょう。AX、AU、VST それぞれの 32bit、64bit のプラットフォームに対応しています。 起動した時点で表記が英語になっている場合は、左上のセッティングス、そしてプリファレンスズに入り、ランゲッジのところを日本語に変更することで、即座に日本語環境に変更することができます。それでは実際の機能を見ていきましょう。まずは一番下のエディション、エッセンシャルから。こちらの機能をご覧いただければ、メロダインの最も基本的な部分を理解していただけると思います。メロダインの基本機能といえば、もちろんピッチ編集です。 どのように行うか手順を見ていきましょう。このようにピッチ編集を行いたいトラックにメロダインをインサートしておきます。そして最初に編集したいサウンドをメロダインに取り込んでいく必要があります。左上のトランスファーというボタンをクリックし赤く点灯させましょう。この状態で DAW を再生すればメロダインがトラックのサウンドを取り込んで分析していきます。今回はメインボーカルを取り込んでいきます。 取り込みと分析が終わるとこのようにピッチがノートとして表示されます小さくて見づらい場合は Mac ではオプションプラスコマンド Windows では Alt プラスコントロールを同時に押すことで虫眼鏡ツールとなり縦横のドラッグで自由に縮尺を変えることができますご覧の通りピッチは縦軸がピアノロールとなっているマトリックス上に配置されていますのでずれていると思われるノートを視覚的に捉えることができます例えばこういう間に入っているようなノートですね また左下のこのシャープのマークを押すと左のゾーンが展開されて自動分析されたキーのスケールが表示されます。今回は G メジャーと判定されスケールの音以外はグレーアウトしていますね。キーを変えたい場合は任意の音階をクリックしてメジャーやマイナーなどを選択します。今回は G メジャーで合っていますのでこのままで行きましょう。では実際にピッチを修正してみましょう。目的のノートを上下にドラッグするとこのように半音単位で動きます。 これはデフォルトではスナップがオンになっているためです。スナップを解除するには左上のトーン記号マークをクリックして消灯させます。あるいはスナップ状態のまま Mac ではオプション、Windows では Alt を押しながら上下ドラッグすることで一時的にスナップをキャンセルすることができます。ピッチ修正の際にはトラックをソロで聴きたいという場合も多いと思います。その際は DAW のトラックをソロにしなくてもメロダイの任意のルーラー部分をダブルクリックすることで このようにそこからソロ再生することができますもちろんスペースキーを押せば通常の全体の再生ということになりますね複数ノートのピッチを一括して補正することも可能です補正したいノートをドラッグで囲み選択状態にしますその上で画面上にあるこちらの「ピッチを補正マクロ」というボタンを押します そして、ピッチセンターというスライダーを右に動かせば、選択されたノートすべてが一番近い正確なピッチへと移動します。このスライダーがその強さを決めているというわけですね。この際に G メジャーにスナップにチェックを入れると、最も近いスケールの音に移動するという形になります。その下のピッチドリフトとは、ピッチの微妙な揺れを補正するものです。ここで改めてノートを見ていただきたいのですが、この波形のような表示の他に、 曲線が描かれていますね。これが実は実際のピッチの動きでノートはその平均値をとったものとなりますピッチドリフトの補正では揺れを完全になくすものではなく主にノート前後のバランスをとる振る舞いをしますこちらのスライダーを右に動かしていくとこのように曲線が動いているのがわかりますね値が決まったら OK を押して確定させますさらにメロダインではピッチだけでなくタイミングの補正も可能です カーソルをノートの端近くに持っていくとこのように表示が変わります。この状態で左右にドラッグすればいいのですが、この際もスナップが効いています。このスナップを解除するには右上の音符マークをクリックして消灯させるか、あるいは点灯させた状態で Mac でしたらオプション、Windows でしたら Alt を押しながらドラッグをすることで一時的にスナップを解除することができます。またこのタイミング補正は複数のノートを選択して一気に動かすと。 いったこともできます。このタイミング補正にもマクロが用意されています。ピッチ補正の時と同じ要領で、ドラッグで目的のノートを選択します。そしてこちらのタイミングをクオンタイズマクロのボタンを押すと、クオンタイズの最小単位と強さのスライダーが表示されます。自動を選択しておくと、クオンタイズの細かさを自動的に判別してくれますが、実際に強さを動かしてみて、意図にそぐわない場合は他のものを選択していきましょう。 はい、こちらも値が決まったら OK を押して確定させます。このようにですね、マクロでざっくりと補正をかけておいて、後から細かくノート単位に編集をしていくというのが効率的な作業の流れになるかと思います。また、現在一つのノートとして認識されているものを複数に分割することもできます。カーソルをノートの上半分の位置に持っていくとこのように表示が変わりますので、ダブルクリックで分割されます。 例えばこの箇所のように実際はピッチが動いているのですがピッチの揺れとして認識されているといったことがよくあります。このような場合はノートを分割することでこのように一つのノートとして独立し個別にピッチ調整を行うことができるようになります。さてここまでさまざまな編集機能を見てきましたが編集の結果に不満があり元に戻したいといった場合もあるでしょう。その場合 Mac ではコマンドプラス Z、Windows ではコントロールプラス Z を押すことで操作を一段階戻す。 いいわゆるアンするすす。ととうことができますやってみましょう。このように先ほどの操作が元に戻りましたね。アンドゥを取り消すつまりリドゥする場合は Mac ではコマンドプラスシフトプラス ZWindows ではコントロールプラスシフトプラス Z を押します。はいこのようにアンドゥする前の状態に戻りました。これらの操作を行う際に注意点があるのですがメロダインの操作をアンドゥリドゥしたい場合はメロダインのウィンドウをアクティブにしておいてください。 DAW のウィンドウをアクティブにしておくと、そちら側の操作がアンドゥ・リズルされてしまいます。またメロダインには、特定の操作内容のみをリセットするという機能もあります。目的のノート単体、あるいは囲んで複数のノートを選択し、右クリックメニューから特定の編集をリセットにカーソルを合わせると、編集操作のメニューが表示されます。この中から任意のものを選択すると、その編集内容がリセットされるという仕組みです。 今回は、ててのピッッチ変更、リセットを選択ししみましょう、はい。このようにピッチの編集操作すべてがリセットされました、はい。ここまでがエッセンシャルで行える基本的な機能です。次回は1段上位のエディションメロダインアシスタントの解説を行っていきます。